額不自由のある人へのサポート、額不自由のある人の社会生活、日常生活の場においては買い物、旅行、行事、娯楽、食事や排泄、他人との関わりなど様々な場面で様々な困りごとがついて回ります。その困りごとも上司や下司に欠損や機能障害のある人、姿勢の保持が困難な人など様々です。細かな作業や立ったり歩いたりすることが困難であったり、体に麻痺があったり、意思と関係なく体が動く不随運動を伴う人などが見えます。これらの体の不自由な部分を補うために、上肢、手の障害の方の中には義手の人もいます。腕を十分に動かせなかったり、手の不自由な障害の方の中には衣服の着脱に時間が長くかかったりしますので、時によっては手伝ってもらったりする必要があるかもしれません。下肢、足の障害の方の中には杖、松葉杖や義足などがあります。杖の人が雨の中歩いている時には滑らないか十分に注意して見守りましょう。また車椅子や電動の車椅子を使用する人や歩行が不自由な人は階段や段差を乗り越えることが困難です。また車椅子に座ると手の届く範囲が限られますので、階段や段差、手動ドアやエレベーターの前で困っている人を見かけたら声をかけましょう。病気や事故で脳に障害を受けた人の中には失語症や言葉の不自由さを伴う方が見えますので、早口で話すのではなく、時間がかかっても筆談で意思の疎通を図ることが大切です。その他にもどんな配慮が必要になるかは、障害の特性や困りごと、生活上の場面や環境によっても異なります。障害者一人一人に合わせた配慮を考え、本人の気持ちを尊重し、それを実現していくことが大事です。障害のある方と皆様と一緒に考え続けていくことができれば幸いです。それが共生社会の実現につながると思っています。